でね、古い橋あるでしょ、ちょっと見てみようか。でこの上の橋っていうのかな、上の橋、古いね、橋で ね、まあこういう古い橋って盛岡すごい多いわけよ。鉄道源のよりなんとかって書いてるけどよくわからないや。で多分ね、秋になるとね、鮭がねこう上がってくるわけよ。で昔はね、あの陸地じゃなくてね、すごい大きい川だったんだよね。もうほぼほぼ全面川みたいな、なんかちっちゃくなってるね川はね。であそこのね、肉の世内っていうところの、焼肉屋さんがあって、で新しく店舗がねこっち側で、蜂蜜屋さんまっすぐなんだけど、それも動画撮ってるんだけども、であれがあの市役所かな、市役所で、でここの公園ね、あの漫画とかアニメとかのその武蔵の剣ので出てきた昔の旧病院なんだよね。まあいい、じゃあバスに乗りましょう。これ何の受付、何の受付よくわかんないや。専門店藤原養蜂場はこちらが便利です。そう、ここ必ず行ってみて。ここは普通に入るお店だから、ね、ここの蜂蜜屋さん、盛岡来たら行ってみて。もう自分の好きなね、好みの蜂蜜、きっと見つかると思うから。
ニトベイが総務費が立っており、市民の一方の公園として親しまれています。